か。いただきました。今日はね、ひらがな祭り、あの普通のお祭りにレッドスパイで呼ばれまして、なんとこんな俺呼んでくれた実行委員の皆さん、クビになっても知りませんよぐらいのね、よく呼んでくれたと、はい、まあ、それぐらいもかましてくれってことですから、ノーコンプラでやれということで、いつも通り普段通りあのレッドスパイダーを枚方市民の皆さんに見せたってくれということなので、もういつも通りちょっと やるので、多分初めて見る人とかね、もうほとんど、いやこれむっちゃ人で、はい、結構人もわーっと通ってんけど、初めて見たらどうなるかっていうのをね、レッドスパイダー初めて見たらこんなに口開くぞっていう、これ楽しみですね、はい、見させてあげます、はい、というので、まあ、ひらがな祭り頑張るぞ。乗り馬、ありがとうございます。レッドベトンとこ、やばな。やばいっす。じゃあ、適当に。適当に。ノリでいこうか。最後の方。20分ぐらい。おけがになった。打ち合わせかと思ったら打ち合わせじゃなかったですね。何もないっていう打ち合わせでしたよ。お前ら打ち合わせなんかするだけでだろ。おっぱいは触らないでください。行きましょうか。レッドスパイダー Motherfucking English, no it's not the tiger. It's the spider. I'm gonna run from the nighter. Junior! Some boy can't find him, Junior. Well, I'm telling him like a bomba clock. Bitch them, fish them, tuna. Hey yo! They should have died like a tuna. He's one of these guys, so turn around. I'm here, we make spiders. Motherfucking English, no no mercy.
白大丈夫か。じゃあ俺つやからマジでお前ら何言ってるかわからんわ。なんだ。じゃあ前はええねん、あの提灯の後ろや、提灯の後ろ。でもちょっと聞こえたわ、耳70歳けど聞こえたわ。でせっかく来てんで今日はお前、え今日これで終わりでしょ、あの2日目でしょ、言うとこは今までこれこの枚方の祭りがどんだけ歴史あるか知らんけど今日が一番おもろなる。こちらにこんな祭りになってたっちゃったらよったよ。クリスト行こうか。俺やろ、枚方にもレッドスパイダー待ってたやつは。めちゃくちゃ純粋じゃん、お前ただの黄色の正面しかね。
やってるやつ、お前シッコとか言うの、お前マカラとかコカとか言ってる思ってるやろ、すぐに用件持ってこい。めちゃくちゃ健全じゃ、俺ら音で止めるから安心して。いやいや、俺ら役どこ依存してないで、音楽にめちゃくちゃ依存してんで、や行こうか。
だけじゃ心配ね。え、マジでレゲエ嫌いってそれほんま言うてんの？ All right、もう日高だけえへん、けえへんって言うたら許してもらっていいですか？ないだったらまた来年勝手に来るからだ。呼ばれたらね、もうで、ちょっと待って、俺来年呼ばれてんかったらもうマジできんなってるってこと言っとくけど、レゲエ界で一番できんなってねんで、俺どこの会場でも。だからもう見られへんかったらもうレッドスパイダーって書いてるところに見に来てもらうしかないんですよね、お母さん。来てくれますよね、お母さん。来ますよね、お母さん。もう顔を覚えましたからね、お母さん。緊急事態ですよ、9月30日ね、待ってますから、毎島にシャトルバスでずっと行って、ね、このおっぱいもましますから、何でもしてください、金玉でも何でもいいですよ。ということで、もう終わりということなので、まあ、最後、これだけは言わせてください、ひらかた、ね、そして、こんな俺らを呼んでくれるひらかた、そして大阪愛してるやつ、どこある？